どうもこんにちは。仕事辞めたいブーメランハンターです。なぜ我々は働かなくてはならないのか。何のために努力するのか。向かう先はどこなのか。なぜこうして生きているのか。日曜になると色々考えてしまいますよね。さあそんな憂鬱は吹き飛ばしてフルフル倒しに行きましょう。前回は上位のバサルモスの狩猟に成功しました。なので、難易度を上げ今度は周回所上位です。バサルモスの体力は2400でしたが、こいつは4320もあります。前回も話しましたが、投擲術発動時のブーメラン攻撃力が16。固定ダメージなので単純に体力から割ると、270回当てれば倒せる計算になりますね。フルフルを選んだ理由はもちろん、動きがとろって当てやすいからです。志が低くて申し訳ありません。とここでドスファンを登場。マジでうざい。先に倒したいのも山々なんですが、このブーメランハントは時間との勝負なので、体力が1620もあるこいつに構ってなどいられません。いい感じに避けながらやっていきたいと思います。たまにエリアチェンジしてくれるので、ボスがばらけると嬉しいですね。そしてあとは、相変わらずブーメラン投げるだけです。フルフルにちょっと傷がついたような気もします。ただこうして順調にやっていても、割と早い段階でまたあいつがやってきます。ほらね、6と7と8をくるくる回ってるので、実際もう共存するしかではありません。慣れるしかないかなー。さあ結構ブーメラン投げたので、くるくるの体に傷が目立ってきました。ダメージが入ってるっぽくて嬉しいですね。そして慣れてきたので、ドスファンゴの避け方も上手くなりました。こんな感じでフルフルを縦にすることで、ドスファンゴの突進の軌道が少しずれます。フルフルを起点にして、常にドスファンゴの対極にいればいいわけですね。2匹同時に狙われないよう常に対極に位置を取る。フクロウが正面にいるとき、コウモリは真後ろ。まるでゴンさんの教えのようです。さあ結構ブーメラン投げましたが、どのくらいダメージが入っているんでしょう。こけるようにもなってきたので、いい感じだとは思うんですけどね。このフルフルを倒した後は、次に G級に挑戦しようか、もう少し手頃なところを狙おうか、迷っています。G級なんて絶対無理だろうと思ってましたが、何回いけそうな気もしてきてまして、クリアしたら下で終わってしまったようで悲しくもあり、50分目いっぱい使って倒せなかったら倒せなかったで、それも嫌だなという気持ちもあり、ちょっと迷っているところであります。この動きは、フルフル瀕死です。やったね。時計は20分針なので、意外と早く終わりそうです。起きろ、この野郎。ブーメランスキルも上がってきました。どうなったら一流と言われるのでしょうか。孤独な戦いなので、誰か判断してほしい。そしてとうとう。嫉妬。やりましたね。これで周回と上位もブーメランでいけることが証明されました。次の企画は考え中です。それではご視聴。ありがとうございました。